どうも、なよです。今回の動画はですね、やべえやつの見抜き方の動画シリーズですね。はい、いわゆるサイコパスっていうやばいと言われてる人間たちがいるわけですけども、まあ、いわゆるこう、残酷だったりだとか、他人の感情を踏みにじっても何とも思わなかったりとか、まあ、シリアルキラーとかに多いようなタイプのですね、やつらですね。まあ、それサイコパスってどうやって見抜けるのって話ですよね。はい、サイコパスって、普通の人とどういう違いがあるのかというお話なんですが、こういうですね、やばいやつらっていうのは、まあ、たくさんいるんですけど、サイコパスって実はですね、結構簡単な見抜き方がありまして、それはですね、実は目を見る。目を見るっていうのがですね、実はサイコパスの見抜き方で非常に簡単な方法です。これカーディフ大学の研究なんですが、普通サイコパスって、どんな人なのかってことですね、まあ、いろんな調べた研究というのがあるんですけど、今回の研究はサイコパスとですね、普通の人の違いをですね、徹底的に調べて見抜く方法ってあるのかなってことを調べたっていう研究になります。ざっくりですね、論文の内容をお話しすると、過去にですね、まあ、いわゆるこう犯罪を、犯したことがある人たちを集めて、性格テストを使ってですね、その人たちがどれぐらいサイコパスなのかってことを調べたわけですね。で、全員に泣いてる子供とか、こうすごい痛そうなシーンとかね、手にナイフが刺ってるシーンとか、あと虐待されてる動物とか、そういうですね、普通の人が見たら、うーとか、痛いなーとか、悲しいなーとか、怖いなーとかって思うようなネガティブな感情を感じそうな写真を見せるわけですよ。で、サイコパス2と普通の人で、その反応がどれくらい違うのかってことを調べたわけですね。で、結果どうだったかっていうとですね、これ、明らかな違いがあって、サイコパスはですね、そういうネガティブな感情を思わせるような、画像を見た時も、瞳孔が開かないんです。瞳孔ってあれです。この黒目の部分です。これです。黒目の部分なんですけど、これがですね、実は、サイコパスって動かないんですよ。普通僕らって強い感情を感じたりとか、まあ相手に魅力を感じた場合もそうなんですが、いわゆるこう好きだっていうふうに思う相手、女性とかですね、あるいは男性を目の前にすると瞳孔がファッて開きますし、すごい怒った時とかも瞳孔がファッて開くし、そういうネガティブな感情を感じるような映像とかシーンとかに遭遇した時もやっぱり瞳孔がファッて開くようにできてるんですよ、人間って。だからそういう人間の瞳孔の開きっていうのはですね、結構メンタルの状態が現れるんですが、普通の人はですね、そういう感情を揺さぶられるような刺激によって瞳孔が開くんですが、サイコパスにはですね、この反応が起きないっていうことが分かったんですね。なかなかこれすごい研究ですよね。だからこの人どうかな、やばいかなと思って、例えば一緒に映画を見るでもいいし、ネットフリックス見るでもいいし、ちょっとグロそうなですね、写真とかを、例えばこれちょっとなんかやばい事件起きたみたいよってパッと見せた時に、相手の瞳孔を見るわけですよね。瞳孔がファッて開いたら、普通の人開かなかったら、あれやばい、俺これから刺されるんじゃねっていうふうに思った方がいいということなんですね。これ面白いですよね。で、もともとですね、人の瞳孔っていうのは他人のですね、興奮レベルをですね、測るときによく使われてたんですよ、この指標っていうのは。だから例えばギャンブラーだったら、相手がですね、いい手が来たのかどうかっていうのをですね、見るときによく目を見て雰囲気をですね、感じ取るみたいなことを言う人いますけど、もし開けた瞬間にいい手が来て、お来たと思ったら瞳孔がファッて開くんですよ。で、こういうのまあ隣の人限定ですけどね、ギャンブルの場合は。そうすると、あ、こいついい手が来てるから、ちょっと今回降りた方がいいかなとかっていうことにも使えたりとかするわけですよね。で、さらに例えば商品をね、何か見せたりとかセールするときも、例えば A の商品を見せて、 B の商品を見せて、 C の商品を見せてって、またプランだとして A と B と C のプランを見せたときに、相手の目を見せながらこうやって説明してって、で、瞳孔がファッて開いたら、あ、これに興味あるのかなみたいな風にですね、見抜くことができるわけですね。で、瞳孔見るのってすごい難しそうに見えるんですが、実際はですね、ちょっと練習すればできます。まあ、だからそういう意味で言うとですね、相手の、相手が強烈な感情を感じているかどうかを見抜くためには、瞳孔を見るといいと。ただし、サイコパスだけはですね、瞳孔をですね、見ても、その、なんかこう、差が出ないよってことがですね、分かったっていうのが今回の研究なんですよね。まあ、サイコパス的な人たちっていうのはですね、まあ、基本的には恐れ知らずで、で、結構自信満々です。そう、自信満々で、なんかね、こう、ある意味カリスマ的魅力あるんですよね。そう。で、あとはすごく冷酷なんですよ。だからそういう意味で言うと、そういうショッキングな映像とか、恐怖を普通の人が感じるようなものを見ても、心理的な反応が出ないってことは、まあだからですね、カリスマ性を発揮して、中には、こう、普通の人ができないようなことをやったりとか、すごいね、ことをするって人も出てくるのかもしれないんですが、まあ、でもね、って話ですよね。はい。普通の人間として付き合う上には、こういうサイコパスの人たちって、結構ですね、付き合っていくと大変なんで、ぜひですね、皆さんも、相手がですね、その感情にですね、反応するかどうかっていうのを見るときには、ぜひ瞳孔を見ていただいて、で、もし瞳孔が全然動かなかったら、やばい、こいつサイコパスかもしれないというふうなことを疑うといいんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひ、試してみてください。ちなみにこれあれですよ、自分が悩みを相談したりとか、あるいは他の人が、ひどい目に遭ってるらしいって話を、そう、向こうが言ってきたりとか、自分がしたとしますよね。でも僕悩みがあって、今こういうことで苦しんでて、本当なんか会社行くのしんどいんですよって相手の目をクッと見るわけですよ。で、相手を見るときに、ああ、それは大変だねって、しんどいでしょっていうふうに言ってるときに、目がですね、ふって動かなくて、もうずっとピーって止まってたら、これどういうことかっていうと、相手が、感情が揺さぶられてないわけだから、サイコパスか、皆さんに対して興味がないかどっちかだけですよね。うん。そういうところを見ていくといいってことですね。あ、つまり自分の悩みを相談するときも、親身になってくれる人ってのは感情が揺さぶられるんで、で、この揺さぶられる感覚がない人に対して、情報を提供して、自分のですね、悩みとか情報を提供してしまうと、利用される可能性があるんですね。で、こういうふうに相手の弱みを掴み取って、利用してですね、皆さんのことをですね、こっそりいい人のふりしてコントロールする奴らのことをですね、カバードアグレッションっていう、まあ、隠れた攻撃性って言うんですけど、このカバードアグレッションを持ってる人たちがいるので、そういう人たちには
はですね、ちょっと注意した方がいいかなというのがですね、今日の話でございました。というわけでですね、今回の動画では関わるとやばい親戚の見抜く方法をご紹介したいと思います。まあ、心理テストっていうかなんというか、ある場所を見ればいいだけなんですけど、そうするとですね、関わるとやばい親戚がですね、わかりますよと。はい。まあ、これからね、多分年末年始とかにね、実家に帰るなんて方はですね、まあ、多分親戚が訪ねてきたりとかすることあるじゃないですか。そういう時にですね、あ、こいつやっぱやばかったんだってことを改めてチェックするためにぜひ使ってみてください。本日の前はプロモントリー、飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。これどんなですね、内容かっていうとですね、これトロント大学が、ね、行ったちょっと面白い研究で、ナルシストとか上から目線の人間をですね、見抜くための方法で、ちょっと面白い方法がありまして、なんとですね、この自己愛型人間とかナルシストって呼ばれてる自分大好きで上から目線のやばい人間の特徴っていうのは、眉毛に現れるんだよってことがですね、言われてるんですよ。どういうことって思いますよね。はい。実はですね、この研究によると、まあ、世界中のですね、こう、ナルシストたちをですね、調べまして、その人たちの顔写真をですね、分析して、顔に特定の特徴があるのかということをですね、調べたんですよ。で、結果何が分かったかっていうとですね、3つの特徴を持った眉毛をしている人はですね、なぜか、ナルシストのレベルが高かったってことが分かってるんですよ。だから皆さんの親戚にこういう眉毛をしている人がいたら、ちょっと気をつけた方がいいかもしれませんよっていう面白い研究なんですね。まずは1つ目のポイントが、手入れ。です。はい。手入れ度ですね。2本の眉毛が同じ形を、ピシッと同じ形をしてるかどうかとか、形がね、どれぐらい整えられているかどうかとか、眉毛をどれぐらい抜いたりとかしているか、みたいな、眉毛剃ってるまでいかないんですけど、こう、眉を左右対称にしてしっかりやってる人、ほどナルシストのレベルが高いと。これが1個目の特徴。で、2つ目の特徴がですね、識別性ってやつで、まあ、何かっていうと、2本のですね、眉毛と眉毛の間の距離とか、濃さとか、太さとか、あと眉毛の密度とかが特徴的で、この眉毛を、見るだけでですね、あ、これあの人の眉毛だってのが分かるような特徴的な形をしているかどうか。特徴的であればあるほど、まあ、ナルシストのレベルが高いということですね。で、最後が女性らしさがあるかどうかです。例えば眉毛が男っぽいっていうのがこのアーチ型をしていて、ちょっと、女子っぽい印象になってるような眉毛をしている、まあ、男性でもいると思うんですけども、このですね、3つの特徴、手入れの行き届き、そして識別性と女性らしさ、この3つが揃ってるとですね、どうやらナルシストの可能性がぐっと上がる、そうなんですね。で、なんでですね、こんなことが起きるかっていうと、研究チームが言うにはですね、眉毛って実は相当僕らのですね、コミュニケーションの中で重要なポジションにいるわけなんですよ。こうやって眉を上げたりとか眉を潜めたりとか、わかりますよ。この眉毛の動きだけで感情って伝えられますよね。だから人間ってのは眉毛を見ることによって相手の意図や性格をどうやら見抜いてるっぽいんですよね。ちなみに有名人とかの顔をですね、識別するときにも眉毛を見ているということがわかってるんですよ。で、実際これね、スマホとかで画像編集で自分でやってみたりとか隠してみるといいんですけど、有名人の眉毛を消すとね、その人がね、誰だか分かんなくなっちゃうんですよ。はい。っていうことが分かってて、で、っていう風にですね、要するに他人からの印象っていうのが、かなり眉毛に出てるんですよ。そうなるとどうなるかというと、自分大好きナルシストはですね、眉毛を一生懸命整えてめちゃくちゃ時間をかけたりとかして、こだわるようになるわけなんですね。だから、ナルシストとか上から目線の人間は、眉毛にめっちゃこだわるんだよってことを覚えておくと、一つですね、見分けるためのテストになると思います。ぜひ、参考にしてみてください。